トレチノイントコフェリル、またはレチノイン酸トコフェリルは、レチノイン酸とアルファトコフェロールとがカルボン酸エステルの形で結合したもの。トコレチナートとも。日本でのオルセノ軟膏は、褥瘡、皮膚潰瘍に適用を持つ、レチノイン酸の構造式。分子末端部のカルボキシ元がエステル結合している。アルファトコフェロールの構造式。分子中にあるベンゼン環についた水酸元がエステル結合している。トレチノイントコフェリルは炭素と水素と酸素のみからなる化合物で、分子式は C49H76O3、分子量は 713.1259 である。トレチノイントコフェリルはレチノイン酸が持つカルボキシ元とビタミン E の一種であるアルファトコフェロールが持つ水酸元とが脱水縮合してカルボン酸エステルとなった構造をしている。2,5,7,8 テトラメチル -2、-4、8、12トリメチルトリデシル -3、4ジヒドロ -2H、-1 ベンゾピラン -6 オールレチノアート人はトレチノイントコフェリルを口にしても味を感じない。その構造からも明らかなように使用性の物質であり、また吸湿性もほとんどない。トレチノイントコフェリル 1g を溶かすために、酢酸エチルやクロロホルムやトルエンやベンゼンならば 1ml あれば十分だが、エタノールなら約 60ml が必要で、メタノールなら約 5L 必要で、水に至っては 10L 以上を必要とする。なお、トレチノイントコフェリルはやや黄色味を帯びている。黄色に見えるということは、可視光の一部の波長域を吸収することは明らかであるわけだが、トレチノイントコフェリルは市外可視吸光スペクトルにおいては、波長363ナノメートルから波長367ナノメートルの市外線領域に極大吸収体を持っている。また、その構造から明らかなようにカルボニル元に特徴的な赤外線吸収も見られる。太陽光に対して、トレチノイントコフェリルはやや不安定である。酸化チタンとで光に対する安定性が向上する。日本で1992年に承認されたトレチノイントコフェリル含有外用薬はオルセノン軟膏で褥瘡、皮膚潰瘍に適用を持つ。トレチノイントコフェリルを含んだ軟膏剤は褥瘡や皮膚潰瘍に塗布することでその治癒を早める効果があると認められている。この軟膏を使用すると、人の繊維芽細胞の郵送や増殖を促進する。また、トレチノイントコフェリルとフィブロネクチンとが共存することで、人の血管内皮細胞の郵送が促進され、血管新生が促進される。これらの作用によって、皮膚表面の傷の回復速度を上げるとされている。ただし、芽部分にはこの軟膏を使用しない。一般的に使用性の薬物は、外用薬として用いたとき、皮膚からの吸収が良いものの、健常な人の皮膚の場合、それは分子量が500程度までと言われている。トレチノイントコフェリルの分子量は 713.1259 であり、500を大きく上回っている。実際、トレチノイントコフェリルを含んだ軟膏を健常な皮膚に塗布しても、トレチノイントコフェリルは血中からは検出されず、その加水分解物であるトレチノインも血中から検出されず、同じく加水分解物であるアルファトコフェロールの血中濃度にも大きな変動が見られなかった。これは健常な皮膚からのトレチノイントコフェリルの経皮吸収は事実上起こらないことを示唆する。しかし、これは健常な皮膚の場合であって、皮膚の損傷が存在する場合は、もっと大きな分子量の薬剤でも透過することが知られている。そして、トレチノイントコフェリルを含んだ軟膏は、損傷した皮膚に使用する。ただ、製薬会社の説明によれば、トレチノイントコフェリルを定められた用法で、外用薬として、皮膚潰瘍のある患者に使用しても、トレチノイントコフェリルは、血中からは検出されず、その加水分解物であるトレチノインも、血中から検出されず、同じく加水分解物であるアルファトコフェロールの血中濃度にも大きな変動が見られなかったという。人において、トレチノイントコフェリルを含んだ軟膏を定められた用法で使用したところ、5688人中17人で皮膚が赤くなり、11人で皮膚の刺激感や皮膚の痛み出るという副作用が現れた。しかし、死亡などの重大とされる副作用は見られなかった。研究段階ながら、トレチノイントコフェリルとビタミン D3 等を併用すると、ある種の白血病の治療の役に立つのではないかとも言われている。トレチノイントコフェリルは2015年現在、日本では化粧品の成分として、酸化防止剤や保水剤や保湿剤として用いることも可能である。なお、エモリント剤の用途とは、皮膚からの水分の蒸発を防ぐという用途のことで、保水剤の用途とは、水分子を止めるという用途のこと。トレチノイントコフェリルのエステル結合を加水分解すると、トレチノインが遊離してくることからも明らかなように、トレチノイントコフェリルとトレチノインは類似物質である。このトレチノンには、マウスやウサギやサルにおいて、経口投与すると、催奇形性があることが知られている。また、トレチノインはビタミン A の関連物質であり、これらはどちらも比較的生体内に蓄積されやすいため、過剰に投与すると毒性が出てくることも知られており、この二つを併用してはならないとされている。他にもトレチノインには、レチノイン酸症候群をはじめとして様々な副作用が起こることが知られている。これに対して、人をはじめとする生体内にはエステラーゼが存在しているにもかかわらず、製薬会社はトレチノイントコフェリルについて、次のように説明して安全性を主張している。妊娠前のラットや妊娠初期のラット 2000mg/kg を投与しても催奇形性は見られなかった。このようにその構造の一部に全く同じ構造を持っているのにもかかわらずトレチノイントコフェリルの生体への影響はトレチノインとは異なっている。ちなみにトレチノイントコフェリルのもう一方の加水分解物であるアルファトコフェロールには特に毒性は知られていない。トレチノイントコフェリルの急性毒性を調べるために、ラットのオスとメスに、それぞれ 2000mg/kg を1回、経口投与、皮下注射、静脈内注射のいずれの経路で投与しても、特にラットに問題は発生しなかった。また、トレチノイントコフェリルの亜急性毒性を調べるために、マウスに対して1日あたり 1000mg/kg を4週間にわたって経口投与しても特にマウスに異常は発生しなかった。このほかトレチノイントコフェリルの慢性毒性を調べるためにラットに1日あたり 300mg/kg を12ヶ月間にわたって経口投与しても特にラットに問題は発生しなかった。しかし以上のような結果が発表されている一方でラットのオスに1日あたり 300mg/kg 以上を13週間にわたって経口投与した場合、ラットの肝臓の重量が減少したとする結果もある。また、犬に1日あたり 1000mg/kg を13週間にわたって経口投与した場合、小腸粘膜の充血やうっ血が見られたものの、ラットのオスで見られたような肝臓の重量の減少は見られず、肝機能の低下なども見られなかったとの結果もある。クロロホルムやトルエイやベンゼンは特に疎水性の有機溶媒である。また、酢酸エチルも水とは混ざらず2層に分かれる程度の疎水性の有機溶媒である。エタノールやメタノールは任意の割合で水と混ざる比較的親水性の有機溶媒である。なお参考までに任意の割合で水と混ざる有機溶媒であるアセトンの場合は 1ml あればトレチノイントコフェリル 1g を溶かしてしまえる。溶けやすさは分子構造などによるのだが、これ以上詳しくは分子間力などの専門書を参照のこと。例えばアトピー性皮膚炎の治療に外用剤として用いられることもある。免疫抑制剤のタクロリムスは分子量約822である。トレチノイントコフェリルの分子量約713よりも大きい。このように健常でない皮膚であれば、分子量が500を超えていても透過することがある。他、傷口や粘膜なども分子量が500を超えていても透過することがある。ありがとうございます。